よろしくお願いします。私が今、名古屋大学の修士2年生で、株式会社ワンパイルという会社をやっております、岩田智明と申します。まずちょっと簡単に経歴から触れさせていただくと、私がですね、もともとトヨタ自動車とか、なんかそういう大きい会社に、とりあえず行ければ、今後の人生は安泰だっていうふうに、キャリア感としては考えていたんですけど、とあるきっかけで大学2年の時から、長期インターンシップというものに、ね、参加させていただくようになって、そこから、自分でやってみるとかもすごくありなんじゃないかなっていう思うようになりました。で、そこから、起業っていうのを志すようになって、大学4年生の時に株式会社ワンパイルという会社を設立して、今に至ります。で、内容なんですけど、名古屋で長期インターンを当たり前にするというミッションで、ですね、自分が行ったような商品、ジョブバッカーという商品をさせるサイトを、商品ですけど、正確級とこなしていくことを指しておりまして、弊社の方で実績といたしましては、掲載案件数300社、300件、社数というと200社ぐらいですね。で、実際にマッチングをした会社300件が、今、いらっしゃるというような、状態になっています。で、今現在ですね、名古屋大学、名古屋工業大学の公認のベンチャーとして、やらさせていただいたりですとか、こういった形でメディアにも掲載を、していただいたりというような実績がございまして、このユーザーさんの声を実際に上げていただいているところにも、あるんですけど、やはり長期インターンというのをきっかけに働くっていうのは、こういうことかと、学校とはこう違うのかと、それをですね、座学ではなくて、実務です実体験を持って通して理解していくことで、その子にとって本当に自分にやっているキャリアであったりとか、そういうのを見つめ直すきっかけに、なればいいかなというふうに思っています。で、そこをちゃんと理解した人たちが増えていくことで、この名古屋エリア自体の活性化であったりとか、地域を、の盛り上がりっていうところに貢献をしていければなというふうに思っています。よろしくお願いします。